はい、こんばんは、竹下敦です私がね、普段愛用している、島村楽器さんオリジナルのヒストリーシリーズ、こちら、音が見やすいのかな。この三角型のね、ピック、私はね、ミディアムを使ってます。こちらが黒、このね、2種類を、使い分けてるんですけど、黒の方がね、ちょっと柔らかいですね。白の方が硬いです。で、これが、こっちがね、結構もう2週間ぐらい使ったかな。で、こっちが新品です。で、やっぱりね、このエッジの部分がね、やっぱり使ってると丸くなってくるんですね。で、あんまりティアドロップ好きなんですけど、ティアドロップって、まあ、基本的にこの1面しか使えないでしょ。で、三角型ってこう3回使えるじゃないですか。で、お得なのと、あとはね、やっぱりそんなにピッキングがね、得意ではないんで、やっぱり当たる面積がね、大きい方がまあ、ミスったとしてもまあ、カラピックっていうか、まあ、ブラッシングみたいな感じになるんでね、まあ、空振っちゃってリカバリーしようと思って余計なフレーズ弾いちゃうよりは、まあまあ、ノリでチャッチャッチャッってやってた方が音楽としてはね、成立しやすいかなと私は思ってます。友人がね、親しい友人2人、ギタリスト2人ともすごく小さくて硬いピックを使うんですけど、彼らはすごくこう、なんていうのかな、ピッキングのこう指先のコントロールがうまいんですよ。で、私の場合はあんまりこういうピピピピピっていうのが得意じゃなくて、どっちかっていうとこう、ジャ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 っていう方なんで、そのティアドロップだとこうガッてやった時にビヨーンって飛んでっちゃったりするんですよね。なので、まず一番重要なのは、しっかりとこう持てること、こうね、親指と人差し指で、そうすると今のところ一番お気に入りなのはこの島村楽器さんのヒストリーシリーズです。これ重ねると分かりやすいかな。結構ピックって減るんですよ。ほらね。で、特に私の場合、結構こうピッキングがね、アタックが強いんで、消耗品なんで、まめに買うようにしてます。それでは、かっこいいのかなかっこいいギター演奏、竹下敦でした。それでは、See you soon です。